電撃オンライン。はい、ガチ三本勝負ゲーム実況者対決、よっしゃさあ、そういうわけで、前回ですね、1本目、ガチ対決の1本目、はい、ゲームタイトルしりとり、こちら見事、こうちゃんが、勝利いたしました。ありがとうございます。今回はですね、2本目ですね、はい、ガチ対決の2本目、何をやると、何をやるかと申しますと、こちらでございます。はい、じゃん、どういきますよ、叩いてかぶってじゃんけんぽん、はい、ということで今回も私が非常に得意な、なるほど、ものを用意させていただきました。はい、まあ、大体わかりますよね、もう大体なんか、じゃんけんして、うん、勝ったら、そうです、叩く、負けたら、そうです、そうです、あ、大丈夫、大丈夫、そうです、勝った方、じゃんけんして勝った方がハンマーで、負けた方は、これをこう、このようにして防御する、防御、防御する、で、これ防御ができないで、はい、頭を、これで勝利でございます。なるほど。いやいやいや、もう早速ですね、ちょっと行きましょう。余計なルール、僕この前のボズ君とやらせてもらった時に、はい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 、余計なルールの説明の下りが長いっていう、すごい評判な動画になってしまって、あとまあ、いろいろ、まあ私の人間的な問題もありまして、まあだからそういうわけで、ちょっと、何があるかわからないので、こう一応メガネも外させていただいて、はい、さあ、そういうわけで、じゃあお互い向き合いましょう。はい。というわけで、一応こうですよ、はい、こうですよ。で、これはこれも前回のゲームタイトルしりとりと同様に、3本勝負しましょう。3本勝負。じゃあいきましょう。じゃあ私は叩いてかぶってじゃんけんポンと、2人で言いましょうか。じゃあ叩いてかぶってじゃんけんポン、で、勝ったら、はい、大丈夫です。よし、緊張するんだよな。さあ行きましょう。しますね。さあ、叩いてかぶってじゃんけんポン、初戦、はい、参ります。はい、せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン、よっしゃしゃしゃーい、しゃー、一これいいですか。前回も適用してくれたんですよ、実況、対決してるね、坊、は、主、いはい、君が、はいはい、これだから、ちょっとコータにもお願いなんですけど、はいはい、分かりました、だからなるほど、これを、まずハンマーを、うん、ハンマーをちょっと僕有利にしていかないと終わっちゃうんで。そうですね。ハンマーをまずこれ、なしにします。一つにします。あー、なるほど、なるほど。で、もう次、あなたが勝っちゃったら、もう、続かないから、はい、うん、だから、これを、このハンマーを、はい、まず、こうします。あー、なるほど、なるほど。そう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 。そして、さらにですね、はい、さらにこれを、こうします。なるほど。こうしないとね、だから結局ね、前回もそうだったの、こうこうなっちゃうんだよ。なるほど、なるほど。だからこれがいかんなと思って、こうしますよ。こうします、こうします。で、さらにですね、これをこっち側にしましょうか。あ、なるほど、私左、左利き、いや、右利きです。右利きでしょ、はい、だからじゃあちょっと気持ちこうだね。気持ちこう、なるほど、なるほど。ちょっとなるべく僕よりにしますわ。私勝った場合は結構大変ですね、これ。結構大変でしょ。結構大変。いやいや、そうですよ、そうですよ、そうです。ああ、なるほど、なるほど。まあ取り方はお任せしますけど、はいはい、はい、うん、だからテーブルドーンとかなしにします。もうちょっとこれはお互いね、そうですね、お互い体が資本というところ、はいはいはい、さあ行きましょう。じゃあ、はい、初戦1本目はこうちゃんが勝利しましたので、2本目いきましょう。はい、じゃあ同じく2人でいきましょうね。はい、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽい。ありがとうございます。あー、はい、はい、よし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 、はい、これはこれでセーフです。なるほど、決着がつかずに。そうです、なるほど、なるほど、なるほど。やっとこれ勝負が、すごい、すごい。そうですよ、そうですよ、そうです。まあ、さっきのはもうサービスみたいなもんです。なるほど、なるほど、ハンデですね。いきます。よしよしよし、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽい。おし、おい、おい、あぶねえ。めったに勝てないから悩んじゃうんだよ。確かに、めったに勝たないから悩んじゃうんだよ。いや、びっくりしました。勝った時にどっちだっけなみたいな。なるほど、なるほど。よしよしよし、
いいですよ、均衡してまいりました。いや、いい行きますですね。行きますよ。よし、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽい。叩いてかぶってじゃんけんぽい。叩いてかぶってじゃんけんぽい。おお、叩いてかぶってじゃんけんぽい。おお、叩いてかぶってじゃんけんぽい。マジでこれがびっくりするわ。これやばいっすね。これやばいね。いくぞ。はい、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽい。よし。長いんだよ。アイコが長いんだよ。あー、なんでこんなアイコ通じたんでしょう。じゃあもう、こうちゃんやって、叩いてかぶって。よし、じゃあいきますね。じゃあせーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。よしよし、叩いてかぶってじゃんけんぽん。よっしゃー、ありがとうございます。すいません、本当に。はい、そういうわけで、叩いてかぶってじゃんけんぽん、3本勝負で、2本、こうちゃんが、選手したので、はい、今回のこの、勝負も、こうちゃんの勝利。ありがとうございます。いや、いいですね。いや、あなたは強いですね。でも白熱でしたね。白熱でしたよ。そうですよ、アイコ勝負が、あんだけ良かったですよ。アイコがあんだけ、これすぐ終わっちゃったらどうしようかなと思って。そうですよ。そういうわけで、じゃあ、カードマジックの方、じゃあ VTR 振りみたいなことして。あ、じゃあ、はいはい、じゃあ、こうちゃんのカードマジック、VTR どうぞ。はい、そういうわけで、今回もですね、ちょっと前回やって僕が驚愕した、はい、こうちゃんの、カードマジック、こちらをまた披露していただきたいな。よろしいです、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう俺だいぶこうちゃんの株上がってんだけど。すげえなと思って。株上がってます。上がってる上がってる。なるほどなるほど。うん、これで一緒になんか営業回った方が儲かるんじゃないかなと思って。2人で。そうですね。コータンルパンみたいな感じで、なんかいいっすね。うん、こうちゃんでルパンです。やってみようか。あー、じゃあ、はい、どうぞ。はい、俺からすか。うん、こうちゃんです。じゃあ、こうちゃんでーす。ルパンでーす。2人合わせて、ファミ通電撃ゲーム実況エクストリームカードマジックブー。よし、全くゲームに関係ないですよね。関係ない、すいません。じゃあ、ちょっと興奮気味で申し訳ありません。あ、どんどんどん、今日もというか、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。単純に、何でしょう、占いというか。占い？そうです。占い好き。やっぱこう、男ルパンとして、男ルパンとして好き、うん、この中で、うん、トランプっていうのは、うん、まあ簡単に言うとキングっていう王様のカードが4枚入ってるんですよ。入ってるね。まあ王様、王女、うん、あと王子、王子、うん、まあ、K、Q、ジャック、はいはいはい、ね、で、まあその私が今適当なところでカードをパラパラやっていくので、うん、ストップって言っていただいて、うん、カードを4枚置いてもらいます。はいはいはい。で、その4枚のうち、うん、キングが何枚入ってる。要は一番幸運なのは、K っていうカードが適当なのでストップ言ってもらって、うん、私どんどん置いていきますんで、ストップ、はいはい、こうやってやっていくんで、うん、まあ、仮にじゃあ1枚決めてもらいましょう。はい、じゃあ、どう、はい、ストップ。ありがとうございます。で、これまず1枚、はい、決まりました。はい、1枚。はい、で、これで、まあ、キングだったら、まあ、これ、まあ、最後答え合わせでめくっていきますんで、はい、これ4枚キングだったら相当の確率で相当運がいいです。あ、俺の運がいいってこと。そうです、これまでもう何もない、もう単純な、もうストップはもうルパン様ですから。あ、そうかそうか、俺がストップって言ったら、そこでもうカード置いたものがキングだったら、そうか、相当運がいいね。相当運がいい、相当運がいいね。こんだけ54枚、これまあ、ジョーカーが2枚入ってるんで、うん、54分の1、53分の1、52分の1、51分の1なんで。わかった。相当やばい。じゃあエクゾディアが5枚初ターンにやるよりもこれは確率が低いと思います。わかった。はい、ストップ。ありがとうございます。はい、じゃあ2枚目決まりました。じゃあお願いします。ストップ。ありがとうございます。早いな。よし、ストップ。あ、来た、上の方行きましたね。うん、じゃあこれで答え合わせいきましょう。はい、4枚引いた。じゃあまず1枚目。はい、いやー、ほんとに
もついてらっしゃる。やばい、すごいすごい。1枚目俺ついてるっぽいな。ついてますね。ついてるっぽい、すごい。はい、じゃあ自分でちょっとやりましょう。私手いじると、なんか、あ、そうか、なんか変えてんだろって言われちゃうとあれなんで、じゃあ2番目引きます。うわー、マジか。わー、すごいっすね。これ何、俺がついてるってこと？ついてますね。え、相当やばいっすよ。4枚中2枚ってやばいっすよ、もう。そうだよね、確率的には。3枚なんてもうあった時にはもう、もう相当な確率です。いや、これはないでしょ。もう絶対ない。これ絶対ないでしょ。絶対ないっすか。いきます。ありえない。ありえちゃったな。ありえちゃった。え、ちょっとな、すごい鳥肌立ってるんだけど、気持ち悪いんだけど。もう一枚あったらもうやばいって、春に買いに行った方がいいかもしれない。いや、そんなことてか、やばいです、やばいです。え、できんの？こうちゃんができるってこと？いやいや、俺がついてるってこと？そういうことです、そういうことです。いきます、4枚目。うわえー、マジで？すげえ確率って。マジでこれ？そうなんですよ。ほんとに？すごい。これマジックでしょ？これはまあ、運ですね。はぁ、すごい。私がすごいんじゃなくて、ルパンさんがすごいです。やったー絶対なんかあります、いいことが。わかった、すごいです、これは。じゃあ、4枚、すごい。やったなぁ。そういうわけで、じゃあ俺、じゃあ今年頑張った方がいいんだね、いろいろ。いろいろ、もう天気のこう天気が訪れてる、はい、これが証明してますから、ね、これあのキング4枚が証明してる。キング4枚がもう王が4枚揃った時はもう強いですから。いやー強いです。キング4だ。やばいです、やばいです。お、キング4。よし、さあ、そういうわけで、あ、さすがですね、こうちゃん。どんなことないまで、なんか私 の、 あの気分も上げてくれる。このこうちゃんのカードマジック。いやいや、あなたこれ絶対自分の動画にも、あの自分の放送にも絶対取り込んでいった方がいいよ。まあ、そうですね。ね、じゃあ分かった、あの、はい、まだあともう一本対決が残ってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。次回もちょっと披露して、じゃあどうしてですか。やったやった、もう一回もう一回楽しめる。はい、じゃあまたあの次回、あのこうちゃんのカードマジックでお会いいたします。ではでは。バイバイ。いや、どうやってんだろうこれ。いや、うん、いいっすね。はい、そういうわけで、ガチ、3本ゲーム実況者、対決、ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございました。そういうわけで、電撃オンラインチャンネル、様々な生放送動画、引き続きやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、そして、今日一緒にやってくれくださった、ゲーム実況者、こうちゃん、こうちゃんの方からも、はい、ぜひチャンネル登録を、はい、お願いしますと、皆さんによろしくお願いします。ぜひ遊びに来ていただけるたら嬉しいです。ぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、そういうわけで、こうちゃんの、ゲームチャンネルの方も登録の方よろしくお願いします。さあ、そういうわけで、引き続き電撃オンラインチャンネル、お楽しみくださいませ。よろしくお願いします。ではね、またね、バイバイ。